初の海外不倫で他社の方と一緒に仕事をしていますが他社の人へ気を遣いすぎ評価を気にしすぎて仕事がなかなかすみません人の意見や評価を気にせずどんどん仕事を進めていきたいと思ってるんですがどのようなマインドが必要でしょうかひろゆきさんの意見が忘れてくれたら助かります電話を切るあの携帯電話オフにしてあの 要は、あの、割り込みが入らないようにするって、あの、えっと、ま、割り込みっていう、そのコンピューター用語なんですけど、その、例えばじゃあ仕事してますと、集中してますと、でも携帯電話が鳴っちゃったりしたりとか、あとじゃあその、なんか、LINE とかであのピコーンとか鳴ったりすると、それに反応しなきゃいけなくなるじゃないですか。なので、その、 電話って音が鳴ります。でもメールって自分がチェックして自分から連絡をしない限りメールを読んだことすら相手に分かんないじゃないですか。なのでその音が鳴ったりとか例えば LINE って見ちゃうと既読がついちゃうので既読がついた以上は反応しなきゃいけないとかなるじゃないですか。なのでその電話とか LINE とか割り込みをするあのツールだったらアプリケーションを全部オフにしてください。でメールは別に見ても見なかったふりしてください。 っていうのであの完全に自分の割り込みが入らない状態っていうのを作ってでその時間集中するようにしてください。っていうのをやるとあの割り込まれないのでちゃんと集中できるんじゃないかなと思います。